須江知事の会見を始めます。それでは知事よろしくお願いします。私の方からまず第一点です。猛暑日が続きまして熱中症になる方が多くなっていますので、今日はこの注意喚起をさせていただきます。今年の23区内の熱中症による死亡者数は7月は15人、うち60歳以上の高齢者が12人、8月1日から14日までは18人、うち60歳以上の高齢者が17人となっております。熱中症を予防するには暑さを避けることと水分補給が大切であります。熱中症は外にいるときだけではなく室内にいるときも注意が必要であります。継続して同じ部屋にいると室温の上昇に気づきにくくなりますので、特にご注意いただきたいと思います。高齢者の方や体の具合が悪い方は我慢せずにエアコンを使って室温や湿度の調整をしていただきたいと思います。また喉が渇く前にこまめに水分補給をしていただきたいと思います。さらに外出時は直射日光を避け涼しい服装で出かけてほしいと思います。不要な外出は避けるなど十分な熱中症対策を取られるようお願いいたします。私の方から以上熱中症に対するご注意の喚起ということで、あとは皆さん方のご質問をお受けします。ちょっと事務方、水を持ってきてくれますか。コップはあるけど水がない。水分をこまめに補給しないと皆さん方の熱気で熱中症になったらいけませんので、どうぞ。はい、毎日新聞の竹内と申します。はい、昨日市民団体のですね、市民団体の発表で、はい、都内でですねホームレスの方が襲撃された経験があるというのは、はいはい、まあ、4割だと。で、まあ、うちですねまた約4割ぐらいが子どもとか若者に襲われたという調査結果が出ているということです。うん、で、都にも調査を求めてますけど、今後都としてこういう問題にですねどう取り組まれるのでしょうか。まあ、そういう誰に対しても暴力というのは決してやっちゃいけないことだと思いますし、特にそのホームレスの方々ってある意味弱い立場にある方に対して暴力を振るうというのは決してやってはいけないというふうに思います。特にその若い人たちがその加害者になるというのはこれは教育現場の問題でもありますので、教育の現場でも、まあ、今までもずっと都の教育委員会を中心にやってきておりますけど、しっかりと徹底したいと思っています。それからまあ、いろんな事情があってホームレスになられたんだと思いますけれども、できれば一日も早くホームレスから脱却していただきたいということで、都の方はそれぞれの区とですね一緒になって定期的な巡回活動をして、まあ、聞き取りをしたり一時的な宿泊場所の提供とかいろんなことをやってますんで、今後ともこれを継続的に続けてやっていきたいというふうに思っております。で今申し上げましたように直接声をかけして、まあ、ここ例えば新宿隣の中央公園なんかもブルーテントもありますけど、そういうところ直接行って直接ホームレスの方に声をかけしてどうですかと、で状況を聞いて、じゃあ例えばこういう仕事のこの探されたらどうですかと、こういうところありますよということをですね、都の職業紹介場所として、まあ、飯田橋のあるところを紹介したりというようなこともやりたいと思っています。それからやはり人権週間とか、ね、イベントにおいてこういう啓発活動をやっていきたいというふうに思っております。非常にこういう暴力というのはなんか陰湿な感じがするしですね、決してあってはならないんで、全力を挙げて、こういうことがないように都としてもこれまでもやってきてますけども、継続的にこういう活動を続けていきたいと思ってます。以上です。よろしいでしょうか。あといかがですか。はい、MX テレビの方です。はい、トライアスロンの競技会場の件で伺います。はい、港区の体育協会ですとかトライアスロン連合などがですね、見直しに対して、まあ、現行通り現状通り、まあ、計画通りですね台場地区での開催を求めて要望書を知事宛に提出されたんですけれども、まずそれをご覧になったかどうかというのを知事が、まだ私自身のところまでは届いておりません。事務方で止まっているんだと思いますけど、まだそれは私は直接見にはしておりません。
地元の方々がですね、これまで16年招致の時からいろいろ積み上げてきたということで要望書を出されたということなんですが、いろいろ見直しに関しては知事いろいろあるとは思うんですけれども、今後ですね、そういった要望書をご覧になって、どのような形で検討していきたいと考えていらっしゃいますか。私が申し上げたのは、もう一遍繰り返しますけれども、都民の税金をやって使って行う以上、都民が納得するものでないといけませんよと。じゃあどういうふうなことになれば納得しますかってのは、よく駒沢公園の例を挙げるんですけども、50年後もレガシーとして、あの時オリンピックやってくれたんでこんなにスポーツ楽しめていいなという、そういう形で残さなければなりませんと。そうならないことが分かってれば、それは見直した方がいいですよと。それから東北の復興もありますから、人件費も機材も高騰してますと。でそういう中で、うなぎ登りで天井知らずでコストかけていいんですかと。だから既存の競技場があって、そこをちょっと改修したら使えるって言うなら、そういうふうにした方がいいでしょうと。もちろん招致の時にはいろいろありますけれども、この前申し上げた航空管制の話は あなたがおっしゃったんでしたかね。すでにその16年の時から分かっていた話だっておっしゃったようですけど、私の情報だと分かってなかったそうです。ですから、したがってそれは分かっていたらそこできないっていうのを分かっていれば手を挙げないはずなんですけども、分かりやすい例で言って、トライアスロンについて大腸菌の問題と航空管制の問題がありますね。でこれは私はその既存の施設を壊すためにっていうか、その壊すというか、既存というか、失礼しました、もう一遍言い方を変えます。すでに決まっている招致計画で決まったところがダメだとか、これをよその移したいということで言っているわけではなくて、必要な情報はできるだけオープンでみんなで考えた方がよろしいということですから、秘密主義じゃなくて、私も知らなかったんだから、飛行機飛ぶそれ危ないね、じゃあそれどうするんですかって言った方がいいでしょう、都民が考えるために。じゃあ大腸菌植えるよっていうんだったら、それは汚い海でやるよ、きれいな海の方がいいに決まってんで、それは言っただけですよ。だからそれを勘案して、分かりましたと、じゃあ空撮はしませんって言えば問題ないじゃない、飛行機で。そう決定すればそこつれで、大腸菌についてはそれ全力かけて、まだ6年ありますから、きれいな海にしますって言ったらそこでやれるじゃないですか。だけども分かりやすい例で2つ言ったんです。この2つの問題を解決しないでできないでしょう、誰が考えても。で私がそれ分かった段階で、ずっと半年も1年も黙ってて、やるよりは私は自分が分かったら皆さん方に知らせて、みんなで考えましょうっていう、そういう立場で、そのために視察してるわけですから、そのために外国の方々と直接お話をして情報を得てるわけですから、だから招致段階で分からなかったっていうのは、それは反省せんといかんですねと。しかし例えば機材が高騰するとかいうのは、招致段階で分からなかったこともたくさんあると思いますよ。だからそれは全て招致の段階のことが全て間違ってたとは申し上げませんけども、新しい情報があって、新しい条件が出てくれば、それは皆さんにお知らせしてしっかりと考えてもらった方がいいということですから、私は要望書を見てないんで何のコメントもできませんですけども、今の私の質問にきちんとお答えできていれば読む価値があると思います。よろしいでしょうか。はい、新宿新聞木田です。オリンピックも近づいてきまして、大きな問題が一つですね、帰宅困難者問題なんですが、前からも申しておりますけれども、帰宅困難者問題につきましてですね、舛添都知事はこれを避難場所として、確保することが今緊急に必要だという認識に立っておらっしゃ、いらっしゃるのかどうかね。それとその場所がですね、一番最適な場所としても今考えられるのは、この超高層ビル街、30数棟ありますけれども、ここの場所ではないかということを考えておるんですが、その認識についてちょっと舛添都知事の考えをお聞かせください。いつものご質問なんですが、私の方からまずお願いしたいことは、
木田さん、私の視察についてきてくれませんか。何度もこの帰宅困難者問題扱う会のところに行ってますよ。だからあなたは新宿しか興味はないのかもしれないですけども、東京全体のことを考えてくれませんか。なんで日本橋の時に知らしてないんですか。知らしてるでしょ。他の記者の方全部来るわけですよ。なんで日本橋私が見に行った時ついてこないんですか。そこで全部行ってるじゃないですか。日本橋のコレドーのあの近く地下見てきてください。見てきたことありますか。あなたが言ったこと全部やってますよ。ですからあの地下のスペースを全部使って備蓄もちゃんとやってる民間があるわけです。だからそこで記者の皆さんも見てきてるでしょ。見てきてどうだって分かってるんで、何度も言ってるでしょ。だから私は行動する知事なんですから、記者も行動してくださいよ。全然動かないでずっと同じ質問じゃないですか。だからちょっと待って最後まで言わせてくださいよ。なんで古谷大臣と私がこの問題をやった時にあなたはついてこないんですか。そこでやったじゃないですか。じゃあ帰宅困難者の問題聞きますよ。今度は新宿の高層ビル、あなた新宿のオーダーだった時に OK しますか。 OK すると困るなって問題点何がありますか。おっしゃってください。私がもしオーナーであれば必要なことだと思って解放します。じゃあそれぐらいの答えしかできないっていうのは、東京都知事がこの防災対策を担当する国の大臣と言って協定結んだんですよ。知ってますか。記事に書きましたか、それを。だから今日は答えません。その時の古谷大臣と私の協定の中に今言ったことの答えが書いてありますから、それ読んでそれから質問してください。面積のことなんでしょうか。そういうことも含めて全部読みましたか。読みましたか。協定を結んでますよ。なんで来ないんですか。だからね、それはね、私は記者っていうのはね、自分の足で歩いて自分のでちゃんと取材をしてやるもんなんですよ。他の方はみんな来てますよ、炎天下であったって。だからそれは私は記者の ABC だと思いますよ。私もジャーナリストやってましたから、全部どんな危険なところでも行きましたよ。そして自分の目で見て自分で判断して大本営発表と違うものをきちんと報告しましたよ。ですから前から私が申し上げてんで、私がお願いしていることを一つでもやってくださいよ。その上でご質問ください。はい、それならばですね、この東京のですね、やはり一番乗降客の多い新宿駅ですね、360万と言われています。ここの場所においての避難場所というものはどういうふうに考えられればいいんでしょうか。ですからそういうことを含めて全体的な計画を防災計画の中で立ててあるわけですよ。で、民間の方々のご協力を得なければなりません。備蓄だって各企業どれぐらいやってますか。こちらだって補助をしてますよ。だけど備蓄の食料だって定期的に新しいものに変えないといけない。誰がコストを払うんですか。6分の5まで党が出してやってますよ、そういうこと。しかしそれでもやらないって方がおられる。だからさっき言った面積のことを今法律化しようとしてやってるわけです。だからね、もう今日はここで止めてください。そして次回以降できれば、まあいろいろご予定もあると思いますけども、テーマ見れば分かりますよ。明確に分かりますよ。あなたが一番興味持ってずっと質問している内容について、古谷防災担当大臣と都知事が会うって時に何でついてきて取材しないんですか。知らしてないなら別ですよ。私はね、たまにはこういうことをあなた方に言ってもいいと思いますよ。私もそのジャーナリストをやりましたから、ジャーナリズムの現場がどうであるかってことを申し上げたいと思います。だから今日はもうそこまでで終わります。どういうふうに具体的にこの新宿においてはですね、その避難場所っていうのは確保されるという見通しはどういうふうになってるんですか。だからまずは私の視察についてきてください。一度でもついてきてください。一度もついてきてません、あなたは。一回ついてきてください。現場見てください、一緒に。で考えましょう。いいですか。それでやりましょう。そうしないと他の方もまだ質問したいと思いますけれども、ね、だからよくそういうことをお互いに、これはメディアの人も努力してもらわないといけない。で持論を言うのは結構ですよ。それはあなたの理論で何もかも言うなら結構だけれども、いろんな問題があるから、その問題を私が現場に出てこの熱くても何でもいいって見てるんだから、他の記者さん全部来てますよ。そのことだけ申し上げて、ちょっとここでもう今日は打ち切ります。他の方よろしいですか。はい。
霞ヶ関通信社の稲村と申します。8月の21日ですか、トルコの大使が確か表敬訪問でお越しになったんですけど、はい、いわゆるどんな、いわゆるお話だったんでございましょうか。いや、だったってまだ来られてませんので、来てお話を、表敬に来られていることなんで、一般的なお話だろうと思っております。オリンピックにトルコが参加したといういきさつなんかもあるんで、そういうお話になるんじゃないかと思って。いや、それはその時のお話ですけども、少なくともいろんな外国の大使がお見えになるときは、2020年を成功させたいんで、ぜひ ご協力をよろしくというようなことがあります。で、それはまあお会いになって、来られて、お会いしてからお話をしたいと思っています。あとなければ終わりたいと思いますが、よろしいですか。はい、じゃあ以上で終わります。ありがとうございました。